はい、皆さんこんにちは、チークです。今回もですね、ドラゴンクエスト4の実況やっていきたいと思います。前回アリーナ編がスタートしましてですね、テンペの村で、北の森に住み着いたちょっと怪物というか魔物を退治してほしいということで、ちょっとレベルが足りなかったんで、レベル上げをしてきました。武器と防具もね、ある程度揃えてきました。アリーナがね、この聖なるナイフ、今のところ最強武器ですね。で、防具はちょっとつけれそうなのなかったんで、ないんですけど、クリフトとブライがですね、そこそこ強い装備。最強ではないんですけど、ある程度強い装備を装備してます。で、レベルもね、6ぐらいまでは上げました。これでですね、一旦宿屋、これ全開しとったんかな？一回ちょっと宿屋泊まって、全開しとるね。ちょっとボス戦からスタートになるんですけど、ちょっとボス戦をやっていこうかなと思います。はい。ということで、行きましょう。結構ね、ここのボス自体はそんなに強くなかったイメージなんで、サクッと倒せると思うんですよ。サクッと倒せると思うんで、どんどんね、ちょっとストーリー進めていきたいなと思います。怪物が姿を見せるのは生贄が捧げられた時だけ。生贄の身代わりになっても良いと申されるか。ということで、生贄の顔を呼ぶとしよう。準備はよろしいか。はい。じゃあ、はい、これがね、生贄のカゴ、ニーナちゃんかな？ニーナちゃんっていう子がね、もともと乗って生贄にされる予定だった、カゴがあります。はい、ということで乗りましょうかね。こっちか。ここのボスが確か暴れ狛犬が2匹ぐらい出てきて、なんか変なね、なんか魔法使いみたいなやつが多分出てくるんで、そんなに強くなかったと思うんですよ。思うんですけど、レベルある程度余裕なところぐらいまで上げて、ちょっとストーリーの方をね、サクサクちょっと進めていきたいんで。さあ、来ましたね。ここが生贄の祭壇ということで、魔物がここに出てくるんで、それまでちょっと待ちます。さあ、来ました。こんな感じやったな。いきなりボス戦？特に何も喋らずか。はい。ということで、ボス戦始め、2章、2章じゃない？ドラゴンクエスト違うね。2章初めてのボス戦ね。ということで、とりあえずね、雑魚キャラからパッパと殲滅していきましょうかね。ブライはちょっとルカニで守備力だけ下げときます。結構弱いな。レベル上げすぎたな、これ。余裕すぎるな、ちょっと。なんかもっとね、暴れ狛犬のね、攻撃とかが結構効いてたイメージなんで、ちょっとレベル上げすぎたかな？弱い。いけるいける。全然いける。寝てしまった。こいつ眠り攻撃するんか。回復だけね、忘れないように。いいね。弱いな。めっちゃ弱いな。話にならんな。強すぎたかな、ちょっと。命の木の実いいね。さあ、ボス倒しちゃいました。怪物をやっつけたという知らせは瞬く間に広がった。そして夜が明けた。ねえ、結果的に村を救えたんですけど、ねえ、もうその女の子が、ニーナちゃんしか残ってなかったみたいなんで。よし、ちょっと道具屋行きたいですね。道具屋行きましょう。クロスボウ。クロスボウいいな。ブライの攻撃力が結構上がるな。ちょっとキメラの翼をね、何個か買っときたいな。ここぐらい買っとこうかな。
さあということで、ボスを倒したんで、この教会からのこの道が開けます。ちょっとねセーブしていいですか。セーブさせてください。スマホ版とかね結構便利なんで、オートセーブがねあるんでですね、レベル上げの最中とか一回戦うごとにオートでセーブされるんですよ。結構こうそれが便利で、ついついねちょっとセーブするの忘れちゃうんですけど、まあもしねなんかってセーブデータ消えたら嫌なんで、セーブはちょっとちょこちょこしていこうと思います。この森を北に抜けて海沿いを東に行くとフレノール、これがね前回ちょっと僕がポロッと言ったフレノールの町、まあ抜けていって道沿いに進んでいけということですね。さあフレノールの町に行きましょう。フレノールってどんな町やった、なんかここら辺はもう覚えてないな、どんなのがあったっけ。メラゴースト結構痛いよね、痛いよねメラゴースト。ちょっと待って、メラゴーストって結構ね強いイメージ、やりにくい。ただねメラーが強いんですけど、メラー確か多分1回しか唱えれないはずなんですよ。なんでその1回さえしのげばあとはなんとかなると思うんやけど、やっぱね氷雪系、氷雪系いいよね、氷雪系の呪文かっこいいよね。ドラゴンクエストの5とか氷雪系ないんですよ、多分なかったはずなんですよ。なんでないんやろうと思う。なんか敵は使うやつが多分いるんですけど、なんでか分からんけど味方が使えんのんですよね。めっちゃ不便やなと思って。さあ結構敵も強くなってきましたね。レベル上げとって正解かな。まあ一応一撃で倒せるぐらいのレベルではあるんですけど、さっきのメラゴーストとかね、あの攻撃力が若干強いやつが出てくるんで、そいつらにだけ注意ですね。さあフレノールの町来ました。ちょっと探索していきますね。壺割って黄金の腕輪という宝物があった。南の洞窟に封印した、この黄金の腕輪はちょっとキーワードというか後でまた出てきますね。まあ直接多分関わりというかね、あのストーリー自体に関わってくるわけではないんですけど、ストーリーのまあ重要アイテムとしてポロッと出てくるぐらいですかね。さあ探索をパパッと済まして、お姫様たちを大層もてなしてそれ少しばかりの蓄えお姫様。さあこのお姫様って何のことなんでしょうね。お姫、出てしまった。お姫様がなんか来てるっぽいですね。アリーナもね一応お姫様なんで。ふにゃー、僕の犬どこ行ったか知らない。知らんよ、探せよ。てからリードつけとけ。あれ入り口がないな、こっちか。鎖かたびら、あー強いね鎖かたびら。木の帽子も強いよね。ちょっとここまたお金貯めないかんか。洞窟もねそっと行けたらいいなって思ってるんですけど、これね、この神父さんの後ろにあるキラキラ取りたいんですけど、これどうやったらいけたんかな。夜やったらいけたんかな。お姫様っていうからどんなに綺麗だろうと思って、大したことない、そうでも綺麗でもないお姫様が宿屋の2階にいるよと。サントハイムのお姫様、サントハイムのお姫様って多分アリーナのことなんですけど、偽物っぽいね。なんだかすごい騒ぎに面白そうだわ。ブライ結構ねひねくれてますよね。ブライがね結構ね、ちょっとまあこの髪型から見ても分かるんですけど、結構ひねくれてるんですよ。二人もお供がいる、さすがお姫様ね。人さらい、止まれ、それ以上近づくと娘の命はないぞ。
こんな宿屋にお姫様が来ているとはな。物ども行くぞ。物どもって二人しかおらんやないか。物どもクソもあるかい。で、ここはね、僕覚えてるんですよ。確か。で、これでこいつらが洞窟に確か逃げ込むんですけど、確かね、どこやったかな。なんかさっきの男の子みたいなのがね、なんか持ってたはずなんですよ。あ、犬おったね。よかったね。犬の頃がこんな手紙を加えてきたんだ。読んでみるね。娘を返し欲しくば、明日の夜、この村の宝、黄金の腕輪を村の墓場まで持ってこい。なんだろうこれ。うん、誰にも言わないよ。っていうことで、アリーナかっこいいね。アリーナほんと。こうね、アリーナが、本当のアリーナが捕まってもね、ボッコボコにしたら終わりなんで。さあ、ちょっと、機能帽子だけちょっとクリフトに装備させて、ちょっと洞窟に行ってみようと思います。多分行けると思うんで、問題なく行けるはずなんですけど。ちょっとね、装備とか防具が今貧弱なんで、あのね、鎖片ビルとか欲しいんですけど。ちょっと、先制されるときついな。やめてほしいな。アリーナにしてほしいな。ちょっとブライ防御させます。なるべく武器じゃない、あの、呪文は使いたくないんで、なるべく使わない方向性でいきたいな。どうしようもない時とかね、ちょっと敵が多すぎる時とかはちょっと使うんですけど、それ以外は使いたくないんで。ここら辺でね、毒とか使ってくる魔物が出てくるとちょっとしんどいな。バブルスライムとかね、ここら辺出てこんのかな。さあ、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。さあ、ちょっとマップとかもないんで、手探りになるんですけど。あーね、これが嫌なんすよ。こういうのがね、嫌いな。こう、ラリホーしてちょっと寝させたいな。あー、ほら。こいつ毒あるんか。きついな。あ、ちょっときついかも。どうしよう。キアリーないよね。ちょっと毒消しそうとか使わないかんなるかな。うん。ちょっと強いな。ちょっと全然強いな。加点というか、これは持たんかもしれない。毒ちょっとしんどいな。これこの体力で1ずつ削られたらね。結果リレミと覚えたけん、ちょっとね、毒消しそう。クリフトと2つあるんで、ブライがちょっとないよね。1個しかないか。ちょっと薬草使います。まあ、あとはね、宝箱を探りながら、敵があんまり出てこんかったらいいな。ちょっと多いな、敵が。きついきつい。あー、アリーナで豪華。これはきついな。ちょっと逃げよう。ちょっと逃げます。これはちょっときつい。よし。ちょっと敵が少ない時だけ倒すようにして、逃げれるとこはちょっと逃げます。とりあえず腕輪を取りたいんで、これぐらいやったらいけるかな。リレミトのマジック P っていうか MP ぐらいは置いときたいんで、これぐらいだったら使わんでもよかったかな。そうね、使わんでもいいかな。あー、きついな。これはやめてほしいな。
このレベル帯で全体攻撃使ってくるキャラはね、結構しんどいんで。おい。クリフトの、ま、リレミト1なんで、まあ、結構ギリギリまで使っても問題なさそうですね。ドラクエ4も結構、あ、エンカウントきついか。きつい方なんかな。もっと、エンカウントゆるゆるかなって思ってたんですけど、こいつラリフォー唱えるな、絶対。ラリフォービートルって書いてあるぐらいなんで。アリーナの体力にだけ気をつけつつ、はい、ということで、うん、あー、これは多分シャドウ唱えますよね、多分こいつ。ちょっと逃げます、勝てない。てか回復手段がない。はい、これ黄金の腕輪、あー、一発できてしまった。これが黄金の腕輪です。ちょっと目的のもの取ったんで、あとサクッと探索して帰ります。よし、これならいける。いける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 。先に仕留めよう。あおう。先に仕留めよう。いやー、マジか。あ、強こいつ。うわ、ちょっと待って、きついな。もう一丁、もう一丁いけ。やばい。よし、ちょっと回復、ちょっと回復。さあ、あと7回しかホイムが唱えられないんで、まあ多分問題ないと思いますけど。魔法の聖水、はい、これでね、取ったね。よし。で、ちょっと洞窟の1階の下側に行ってないんで、ちょっととそこだけ行きたいなあ。ね、これがあるはずなんですよ。キメラの翼がい、いらんな。ちょっとリミットします。はい、あとはフレノールにちょっと帰ります。で、夜に来いとかって言ってたんで、ちょっと夜になるまで、これ宿屋で夜にできんのかな。できるはずなんですけど、できんかったかな、4はまだ。ああ、無理ですね。ちょっと外歩きながら、夜になるまで待ちたいなと。え、明日の夜やったよね。明日の夜とか言ってたよね。さあ、ということで、ちょっと夜になるまでブラブラしてます。ブラブラします。
はい、皆さん、だいたい夜ぐらいになりました。ちょっとね、もうちょっと歩いて完全に夜にしてから行きたいなと思います。ちょっとね、ブライが毒食らってこいつめっちゃうざいんですよ。結構な高確率で毒にしてくるんで、バブルスライムとかで全然毒になりますね、これ。よし、これでもうね、いけるはずです。これで確かね、この裏に、そうそうそう、いたよね、あれあれあれ。さあ、ということで黄金の腕はゲットしたんで返します。約束のものを持ってきたらしいな、早くこっちへよこしな。いや、いいよ、いや、渡します。さあ、サントハイムのお姫様って言われてたらしいんですけど、本当にそうなんかな。助けてくれてありがとう。お姫様なんてゴリゴリだわ。本当お姫様じゃないの。知ってたよ。だって私がお姫様だもん。私の名前はただの旅芸人。お姫様のふりをしたらみんながよくしてくれるから調子に乗っちゃっただけ。さあ、お迎えも来たようだし、私そろそろ行くわ。お礼と言ってはなんだけど、盗賊の鍵はあなたにあげる。うん、盗賊の鍵がこれでもらえます。ちょこちょこ開けれるとこあったはずなんですけど、まあ5章でも多分いけるんで、その時にね、もうまとめて開けようかな。今開けても多分仕方ないけん。さあ、お姫様を助けたということで、この後はどうしたらいいんかな。うん、ねえ、悪い人じゃないよね。フレノールの町よ。武器屋さん、武器屋さんも再開したね。鉄の槍いいな、鉄の槍買いたいな。鎖鎌、ちょっと鉄の槍買おうかな。だいぶ攻撃力上がったんで、これで。南の砂漠でバザーが開かれているんだってね。お姉ちゃんたちも行くの。南の砂漠でバザーが開かれてるらしいんで、ちょっと行きましょう。南の砂漠。クリフト・キアリー覚えんかな？何レベルで覚えるんやろ？さあ、ちょっと南のバザーにちょっと行ってみましょう。ここもなんとなく覚えてます。なんかね、パパの喉が悪くなるやつですよね、確か。ここら辺は。てか、アリーナのアイコン可愛すぎん？で、ブライジジイすぎん？お、来た、ホイミスライム。こりゃ、なかなか時間かかるぞ。あ、かからんかったな。そんなに強くなかった。さあ、これがさっきの洞窟ね。これを無視して、多分やけどあの祠を通らないかんはずなんで、さあ、ちょっと強いな、ちょっとまだ強なってきたな。アリーナで9やけん、なかなか強いよね。よし、ブライが上がった。なんか呪文。ああ、またダメか。しかし、くれぐれも姫様たちを通すなどの王様のご命令でございます。あ、エンドールに行くところか、これは。ということは、ここじゃなくて、左の方やね、砂漠のバザーは。西の方にある。こっちね。はい、砂漠のバザー着きました。バザー開催中。いろいろ買いすぎて重いのなの。うわー、ホーリーランスがあるんか。1250、マジで。全然こっちでよかったやん。もったいな。まあまあいっか。
この精度の鎧も強いし、鱗の盾も欲しいよね。まあ鱗の盾はいいか。精度の盾が欲しいね。これが守備力がね、クリフトめっちゃ上がるんで。あ、なんか来ました。姫様探しました。お城に戻りください。王様が大変なのです。うん、これがさっき言ってたやつかな。はい、ということでですね、今回の動画をここまでにしようかなと思います。無事ですね、テンペの村のボスをね、倒して、フレノールで黄金の腕輪を取ってですね、まあ、偽物の姫様を解放したよと。で、今度砂漠のバザーに来たんですけど、まあ、王様、まあ、アリーナ姫のパパですね。パパの長男が容態がおかしいってことですぐに戻ってくださいと。いうことで、次はですね、サントハイムに戻ってちょっとパパの様子見るところから始めたいなと思います。ということで今回の動画はここまでにします。このチャンネルがいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな、じゃあね。